どうもフィッシャーズシュークです。マサイです。モトキペケです。ラーマです。ザトウです。ナゾです。ごめん今日の心霊スポットはですね、僕あんま調べてないんですよ。今回はちょっと元木くんプレゼンツということで、はい、停車中ですけど、一応ね、今日行くところお城なんですけれども、井戸があるらしく、その井戸が心霊スポットらしいんですね。ほう、あの映画リングあるじゃないですか。おお、日本のホラーの、まあ、元ネタになったんじゃないかって言われてる井戸がここにあるそうなんです。やば、ガチやん。そのお城に続く道にも合戦後の落ち武者の霊が出ると。途中のトンネルに車で行ったら、こういろんな怪奇現象が起きた、まあ、突然ブレーキが効かなくなったりとか、車がバックし始めたりとか、そういうことがあったらしく、まあ、今日はその井戸を探しに行きましょう。貞子の元になってるってことでしょ。そうです、どうやら覗き込んだらダメ、女の人の霊が中にその人を引き込んでっちゃうとか。めちゃめちゃ怖いじゃん。覗き込んだら死んじゃうってこと？覗き込んだら死んじゃうっていう話もある。井戸1個じゃなくていくつもあって、そのうちの3つ見つけると呪われるとか、まあ、7つ見つけると呪われるとか。諸説はいろいろある。諸説ある。うん、まあでも井戸がとりあえずやばいんだな。やばい。井戸の周りで女の人の霊を見たとか、そういう話もあるそう。トンネルに着くまでに割と歩くので、その歩く道中も一応心霊スポットになってるそうなんで。あ、そこもやばい。まあそこもちょっと見つつ行こう。一個さ、表から車で入れそうだったとこあったんだけど、ちょっとそっちが塞がれちゃってたから。そう、なんか木が倒れてて入れませんって、うん、そう、倒木がありましたって。でもこっち側だったらハイキングコースになってて、そうだ、どうやらこっからだったら車は入れないけど歩いては入れる。そうだね。車を置いていかなきゃいけないから、まあドライバーであるダホとか、はい、まあまあ、マサイとかザカもここでいいや、置いてき、俺とペケとモトキとダーマかな、で4人で行こう。トンネルの付近に井戸あるんでしょ。そこだな。じゃあ、ちょ、俺もし井戸の中入っちゃったら誰か助けて。いや、まず入ろうとするな。いや、ちょ、分かんない、引き込まれるかもしれないシルク、ペケとモトキ、ダーマで行こう。行きましょう。しかも道はね、普通に綺麗だから、うん、歩ける場所なんだね。うん、トンネルまでは多分、まあ、1.2 キロとかって書いてあったから、別にそんなにすげえ遠いわけじゃない。うん、まあめちゃくちゃ遠いわけじゃない。そうか、城の跡なんだここ。警戒しながら 1.2 は結構あるね。周辺の井戸とかなくね。7つもあるんでしょ。お、何ある。え、ガードレールかな。ガードレールだね。急にガードレール出てきた。身長めちゃめちゃ低いガードレール。登るな。いや、結構普通に急。これ登るな。長いね。これ。完全に。あ、そうだね。ほら、倒木で通れなくなってたのを、うん、切って通れるようにしたんだ。そうだね。うん、ハイキングのコースが2つあって、そこが合流する地点で、その上がトンネル。なるほど。なんで今ちょっと合流地点だから、これもうすぐ。トンネル内崩落注意って書かれてます。ちょっと見づらいかもしれないんだけど、ちっちゃいトンネルで、まあ先は見えてんのかな。多分見えてると思う。はい、これトンネルの中。お、トンネルの先に井戸があるとしたらこれいけないよね。あ、いけないね。そうだね。これがトンネルがくぐれない時点で多分井戸には会えないってことだよね。これ合流地点からなんかどっか探してみる。少しだけ探してみよう。そうね。よし。このトンネルはね、こうやってここでちょっと見ることしかできなそうです。そうだね、うん、ズームしても奥は見えないか。うん、見えないね。そっか、ちょっと残念だね。うん、横にそれる道があったからそっから行こう。はい。お、ボロボロ。そうだね、今橋だね。多分橋だね、ここ多分。うん、お、階段がある。階段だ。ん、あ、本当だ。なんか横にそれたら意外と行けそうな場所見つけたね。うん、来てしまったのか。一応禁止エリアではないからね。うん、ここはハイキングを、ウォーキングじゃない、ハイキングウォーキング。終わり芸人キューちゃん。ちょね、あのお化けの話してる時にキューちゃんってやめてくんねえかな。あっつい。いや、夜中でもやっぱ暑いね。暑いわ。あ、井戸、井戸見つけました。見つけました。今ね、明かりを多分マックスにしてると思いますけど、あそこにあります。ちょっと元木が写真で撮ったから見てみよう。ポツンとね、林の中に一個井戸があります。中をさ、うん、蓋されてたからちょっと覗けなかったよね。そうだね、うん、結構登ったね。ね、佐代山ちょっと登れたっぽいな。井戸はとりあえずね、一個確認できたので、はい、これ以上あの奥進むと立ち入り禁止の可能性があるんで一回戻ります。はい。でも行く道で一個階段っぽいのがあったから、うん、そこを上がりましょうか。そうだね。
井戸の写真は撮ったけど蓋がされている状態でした。そうだ、ね、なのでまあ多分動画でもまあ明るくなって出てるとは思いますが、はい、まあ覗けはしないと、うん、今階段の上登ろうと思ったんですけど、このまま行くと確実に城の跡のところに着くから、うん、立ち入り禁止のエリアっぽいんだよね。だから、うん、ちょっと降りましょう。リングもそうなんだけど、うん、林の中にポツンってあんのよ、うん、でそこで貞子が落とされちゃって、うん、亡くなるわけなんだけど、うん、本当にそういう雰囲気のある場所だった。そうだね、誰にも見られることなく落とされて亡くなっちゃうみたいな、そういう場所だったよね、うん、モデルがここの茨城かもしれないんだけど、うん、リングの中ではあの井戸は伊豆にあるんだよね。貞子についてさ、山奥で調べてんだけどさ、うん、これが一番怖いわそうだね、有名だったさ呪いの美ではあるじゃん、うん、あるね。ちょっとあれっぽい場所ではあったな、さっきの井戸。確かに絵的には、確かに場所について深く気にしたことなかったからね、見てる最中は、うん、ストーリー的に全く同じ場所にする必要はないからね。元木はここの多分検索するときに、うん、まあ、茨城県心霊スポットで調べたと思うんだけど、まあそう、大体そうだね、うん、逆で調べてみたの今、貞子の井戸モデルもやったら、うん、ここが出たわ。あーやっぱりそうだ、事件があったんだって。ここ7つぐらい井戸があるって言ってたんだけど、うん、その中の多分1個なんだろうね、うん、女性が暴行されて投げ込まれたとか。あーじゃあそれが多分貞子のモデルかもしれないよね。車で、うん、まあ、やっぱ通ると子供の手形がつくこともある。え、すごいね、本当にあんの、うん、俺井戸絶対見つかんないと思ったもん。戻ってまいりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様。どうだった？トンネル通れなかった。え、通れない、崩落注意でちょっと通れなかった、うん、横にちょっと道あって、うん、なんだこれっつって一回通るのやめようとしたんだけど、うん、なんか気になって行ってみるかっつって、で歩いてったら井戸があって、やば、やば、ポツンって一個あって、そこがそのモデルのところだった。本当に井戸の中は覗けなかった。上からはただ見た、女性が暴行されて投げ込まれたらしい。ペケとモトキが結構同じぐらいの時に背中が痛いっつってずっと歩く時に、茨城県心霊スポットでやったらここが出てきて、貞子のモデルになった場所ですって書かれてたから、ちょっと気になって逆に検索してみて、貞子井戸モデルって打ったら一番最初にここ出た。ああそう、うん、やっぱここっぽいね、一番有力なのは。まあ井戸も見つかったしトンネルも見つけたけど、中は覗けない、トンネルも中は入れないっていう状態だったから、一応何もなく今帰ってきました。よかった、はい、あとはちょっと編集で見てみます。はい、はい、ね、リング貞子のモデルとなった井戸にちょっと行ってきましたという動画でした、うん、今日はとりあえず帰りましょう。わかりました、うん、今言えることがそれしかないから。シュレック？シュレックじゃねえよお気づきだろうか、シルクの T シャツがずっと裏返しだったことに。見てくれてありがとう。ツイッターやセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてするぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。